リオネロスパーダは、バロック期のイタリア人画家、ボローニャに生まれた。チェーザレは両二のもとに、弟子入りし、ジローラ・モクルテイと協力し、ボローニャの天井画を描いたとされるが現存していない。サントゥアリオ・デ・ラ・サンタ・カーザのフレスコ画の共作に参加したが、ランカーリ、クリーストフォロ・ローンカリが制作した。世界最初の美術アカデミー、アッカデミア・デッティ・インカミナティの会員となり、 1607年にボローニャのペスカ・ミラコローザのフレスコ画を描いた。1906年にローマに行き、その後マルタを訪れ、その地に作品を残したカラバッジオの絵の影響を受けた。この時期の作品がサンジョバンニ・エヴァンジェリスタが残されている。1614年にボローニャに戻り、レッジオ・エミリアの天ンをデラベアータ・ベルギナ・デラ・ゲアラに作品を残した。 1617年からパルマで働き、パルマ公、ラヌッチョイセイ、ファルネーゼの宮廷画家として働いた。晩年の作品には、コレッチョの影響も見られる。ありがとうございます。